スノーマン・メグロレン、演技が下手すぎる、爆死へ。現在放送中の、スノーマン・メグロレン主演の連続ドラマ、トリリオンゲーム、TBS 系。なんと同作が、放送されている TBS 金曜ドラマ枠の最低視聴率を更新する勢いだという。原作は、漫画大賞2022に選ばれた人気コミック、世界一のわがまま男、野春、目黒、と、気弱なパソコンオタク、野岳、佐野優斗、という正反対の二人がゼロから起業し、はったりと予測不能な作戦で1兆ドル、トリリオンダラー、を稼いで、この世のすべてを手に入れようと成り上がる。平均世帯視聴率は初回 7.4% と好スタート。しかし、第2話以降は 5.6%、5.2%、5.5%、5.3%、5.0% と低調に。6話が終わった時点で、前話の平均視聴率は 5.7% だ。芸能ライターによると、これまでの TBS 金曜ドラマ枠の最低視聴率は、2016年夏に放送された、向井理主演の、神の舌を持つ男。こちらは前話平均 5.6% なので、このまま行けば、トリリオンゲーム。が最低視聴率を更新するのは、まず間違いないでしょう、という。